まれちゃった私。パタパッタリーさん、パタギンさん、ソニッチ、パタギンさん、キョウさん、ありがとう。あ、お散歩行こうかなと思ってたの。そう、ちょっと配信予告、え、あ、そっか、ないかもと思った。ジビエ、ジビエ、獣の肉と書いてジビエって読む。パタギンさん、暖かい金曜日さん、パタトンさん、タイムファイヤーさん、タッキョン、サキナナちゃん、アンデューさん、嬉しい。パタギンさん、そう、サンバンガナさん、読めない、これやばい、読めない。暖かい金曜日さん、パタギンさん、パタツさん、お疲れ。ほんと夜寝られへんようになるかもって思ったし、そうでもまあ眠れて気持ちよかったそう、パタズさん、パタギンさん、 ありがとうありがとうね、パタズさん、姫さん、パタギンさん、みゆうさん、コバさん、かわちゃん、パタギンさん、姫さん、ありがとう。そらなれさん、パタギンさん、人生方向音さん、パタパッタリーさん、コバさん、 OS さん、ありがとう。ひかるさんもみんなありがとう。コウトキさん、千万両もありがとう。パタギンさん、パタパッタリーさん、ありがとう。シーバスさんも、りょうたくんも、テポーンさん、ありがとう。そう、なんかレッスンだったんですよ、昼まで。そうで、ちょっとなんか燃え尽きてしまって、このちょっと数日間のこのちょっとハードスケジュール、ハードじゃないけど、あのなんかいろいろちょっと頑張ってたから、ちょっと燃え尽きちゃって、いっぱい寝たらそれでちょっとなんか罪悪感が生まれてしまって、やばい、もう生きていけないかもってなったけど、やんねえとね。そう、お祭りに行って生き返りました。パタキンさん、シュウホウニンさん、ヒヨコさん、コバさん、パタキンさん、アリさん、カイパタバシヤさん、コバさん、ありがとう。おひさまおじさん、 MV 山口撮ったよね、ガールドレール黄色や。お、もしかしてティザー映像を見た？さあどうでしょう。コバさん、パタギンさん、カイパタバシラさん、コミュさん、お、パタオチ、パタオチ、パタパタさん、ありがとう。お疲れ。ナポリン、パタギンさん、おひさまおじさん、パタギンさん、コバさん、そう、一旦すごいリセットできてよかった。本当にちょっと生きた心地がしてて嬉しい。なんかやんねえとお話とかしてて、外のその風を浴びたかったし、やんねえとすごい話したかったから、私だから。人生方向音痴さん、パタギンさん、パタオチ、パタパタ、人生方向音痴さん、アリさん、ありがとう。そう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 、白神社のお祭り、あそこはもう毎年やってるから毎年そう行ってる。そうそうなんよ、あのアナクラウンプラザホテルとかがあるところ。そう、明るいよね、あそこらへん。コバさん、パタギンさん、人生方向音痴さん、ホワイトはパタガチ、いっぱい寝て大丈夫ね。黄色のガードレールさ、慣れっこだからさ、そんなあれなんだと思って。そうそうだよ、私の心の治安本当にやんねえが守ってくれてる。コバさん、パタギンさん、パタパターデスさん、ん、なんかさ、すごい、あ、やばい、見えてなかった。そう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 、右野さん、パタギンさん、正宗さん、パタパターデスさん、そう、藤子もすごい楽しかった。パタパタ所長、パタギンさん、コバさん、ホワイトはパタガチ、モスコルさん、人生方向音痴さん、タッキョン、パタパタインサニティさんね、コバさん、しんいちさん、パタギンさん、モスコルさん、コバさん、パタパタ所長、タイムファイヤーさん、安田さん、やーいほー、リコチが、リコチ本当に守られて、聞き上手、聞き上手、パタギンさん、ナルナリさん、パタギンさん、お疲れ、ありがとう。もこちらこそ、なんでなんで、あ、昨日、コバさん、パタイサ、パタオチ、パタパタ、右野さん、コウくん、サナマルママ、コバさん、パータンさん、右野さん、えのきはよく噛んで食べれたと思うけどさ、え、メールさ全部届いた？あ、届いた、ひひひひひちょっと嬉しくて。パータンスさん、コバさん、猫坊やさん、ありがとう。心の治安、やんねえの TikTok はね、私が写真を撮ったよ。
コバさん、リョウさん、サノマルママ、ハマヤさん、ネコボヤさん、サンパチさん、ネコボヤさん、サンパチさん、おへそさん、みんなありがとう。え？お話し会の決済今日までですよ。今ならまだ間に合いますよ。いつも私の配信でやってくれてありがとう。パタパタネギおじパタ、馬ひとずりさん、パタパタありがとう。もうみんな息生かしてくれてありがとう、私のこと。そう、白雨さん、のぶーさん、パタオチパタパタ、ジェリーさん、バラありがとう、パタパタ嬉しいです。そう、やんねーはね、すごい本当頼りになる。すごいね、悩んだ時とかなんかいつも誘ってくれるから。そうだからね、逆にそう、なんかすごい今日罪悪感を感じてて、私今日やりたいことやるって決めてたけど、もう寝て、そうちょっと思った以上に寝ちゃって。パタパタのしんち、ゆうゆうゆうさん、ポムさん、ありがとう。そう、思った以上に寝ちゃって、すごい罪悪感を感じてて、もう今日一日を取り戻せないって思ってたんですよ。でもすごいやんねえとお話ししてちょっと元気出てきたから、今日も明日も頑張ろうと思ってる。ゴリラさん、パタパタありがとう。オアシスになってる。ブンちゃん、銀だるありがとう。寝れるときに、そうね、寝とこう。ジェリーさんもありがとう。お菓子ブンちゃん、ハートありがとう。寝る時間大事だわね。睡眠も、人生は3分の1が睡眠だもんね。ありがとう。睡眠、あ、いつも以上に寝た、いいじゃないか。ハセピーさん、ありがとう。パタパタパタ落ち、パタパタかわいいって、パタパタありがとう。人生方向音痴さん、パタパタありがとう。夕方に起きた俺に隙はない。あ、私もよく分かってないんだよね。人生方向音痴さん、パタパタありがとう。あ、俊介先生ありがとう。パタパタ、お掃除クイックルワイパーはできたの？人生方向音痴さん、マシャさんありがとう。できてない、しようと思ったけど、洗濯はできました。乾いてた。部屋の治安守れなかった。車の中でも寝てた。うん、じゃあ一緒だね。なんか仲間が割といてよかった。今日寝てたって、こもってた。寝られる時に寝るしかよね。あら、しばらく寝れない。え、結構寝てたんだね。昼6時か。掃除できなかった。そう、気分転換できたのが本当何より。結構なんかお部屋にこもってて結構暑くて、頭も冷やしたいと思ってたから、そう、冷たい風を浴びてよかった。俊介さん、ハート。さっきも薄田さん、パタ落ち、パタパタありがとう。パタパタ、しかもさ、聞いて、レッスン場に仮パクしてる、レッスン場から仮パクしたストレッチポールも今日忘れちゃったし、でもまたちょっとチャンスがあると思うので、ちょっと返しに行こうと思う。ほんと2年ぐらい仮パクしてずっとここにいる。そろそろもうあの子は多分別のところに行くべき。ううう、寝るは体力回復のためだから大事。そうよね、ありがとう。ありがとう、許してくれて。俊介さん、ハートありがとう。そう、2年も、言い方悪いね、仮パク。借りますって言って2年ぐらいずっと使っ持ってて、でぶっちゃけってそこまで使ってないのですよ。そこまで使っていないのですよ。うん、ありがとう、俊介さん。そう、悪質でしょ。パタコリ、パタパタありがとう。掃除してなかった。あにゃん、パタコリさん、
俊介先生パタパタありがとう。そうちゃんとね許可はね取ってますよ。そうちょっとパタコリーさんコンコン、うん、パタコンパタコンパタコンコンコーンあにゃにゃにゃパタコンコンパタコリーさんありがとうね。所有してるよね。もう返したところでんってなりそう。しかもなんか仲間ゼブラ柄の仲間があったんですけど、私オレンジを持ってきもらってきてて、ゼブラ柄の仲間がね見当たらなかったから、ワンちゃんなんかもう捨てられてる説ある。だからこれが行ったとて何ですかこれってなりそう。パタッコリーさん、俊介さんありがとう。もうもらっていいのでは。でもさ、そうぶっちゃけってこのストレッチポールも使ってないから、えどうしよう。でもさ使ってないんよ、悪いけど。お風呂上がりとかにするってなってもちっちゃい方使いよるんよ。えでもこれを機にちょっと今夜やってみて気持ちよくて続きそうってなったらちょっとやるかも。もうもらっていいのでは。ちょっとやばい、超悪い子じゃん。パタコリーさんありがとう。フラさんありがとう、ハート。でもねこれをお借りしますってマネージャーさんに聞いた時に、借りパクはダメだよみたいな感じにそう言われてるんですよ。そうそうなんや、借りパクはダメだよみたいな、ちゃんと返してねみたいな言われてるんですよ。それ言うかあ、返しに行ってくれる。今日かわいい、えありがとう。目がさめっちゃ腫れてたんですよ。もう今割と戻った。はじめだよさんパタパタありがとう。押すなよ押すなよ、ね、バレてる。でもこれだけです、仮パクしてるの。じゃあレッスンリハ期間じゃん今、あと5日ぐらいなの、やばいよ。楽しみです、卒業コンサート。はじめだよさん、たいちゃん豚骨スープさん、けいかぜさん、わけはくんありがとう。そうだから、えそうだよね、それはし、そうストレッチポールって結構いいよね、改善に。確かに仮パクするか考えてもいいかもじゃあ今日お風呂上がりにこれでストレッチして、あの気持ちよくて続くってなったらちょっと仮パクしたいと思いますマーシーさん、はじめだよさん、しばさん、パタパタアメさん、パタパタパタアメさん、ハヌさん、はじめだよさんありがとう。おっさんはパタパタさん、え、オークションが始まっちゃう。でもこれでちょっと厳しいかもみたいな、私続かないかもと思ったらちょっとそれはやめとく、ちゃんと返す。パタラちゃんパタパタありがとう。でもこれ結構レアじゃない、私のうちに2年あったから。そう、ホコリとかちゃんと一切かぶってないと思うよ。逆にレッスン場に置かれてる方が割と、うん、ほこりかぶる気がする。ほんとオークション大好きだよ、お利口さん。連絡来たらどうしよう、マネネから。今週3回使ったら仮パクしよう。わかった、今週ね、この今日含む今週1週間使ったら仮パク。パタラトさんパタパタありがとう。ロベールさんパタパタありがとう。サバトラネコチ、サバトラ、あサバタパタラネコチ、あれ待って、私さこのパタラちゃんパタラちゃんにさ、パタラちゃんありがとうって言ったっけ。パタラちゃんありがとう。みずき結婚して、あえ返し方やばい。今私が持ってるパンダのクッション、1週間ね、もう文字起こししたら本当にそれ。おさんはパタパタさん、あーもうクトリコマネージャー様宛てにプレゼントして送るか。カエル化した、今ので、あえーってグエーって言われてる。グエーじゃないだけまだマシだよ、あえーだったよ。あそっちのカエル
ティさん結婚してグエータコマルさんパタパタありがとう。福パタちゃんちレッスンお疲れ様でした。疲れてないかな。もうめっちゃ寝て、あのめっちゃ寝てあれよ、疲れも取れたけど割となんか罪悪感。え、カエルか。福パタちゃんちありがとう。ストーチの石様さんありがとう。サパタパタ猫ちはシルバータビー。何キャビー、どういう意味だ。ありがとう。変顔でループしてた、やだ、リフレッシュして。ミキヤくんパタパタ。カリパタシマーシー、何カリなの。パータンさん、おさわパタパタありがとう。もう今日すごい楽しかった。え、一番有名なカリパクはマユユさんなの。どんな話ですか。聞いたことあるかも、いやないかも。 AKB ビンゴでなんかそんな話してたような。それは私だけかな。私はね、みんな明日の朝ごはんもう決めてるの。なんとなんとアサイーボールを作りたいと思います。あ、一ありがとう。パリーさんありがとう。パタ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 、ヤスくんパタパタありがとう。マユーとさし、え、あれでしょ、あのさ、嘘つきのゲームじゃない、あの嘘ついたらピーンってこっちに針が行くみたいなやつ。パタパタ、ヤスくんパタパタありがとう。そう、でも絶対寒いよね。あ、鍋美味しかった。アサイーボールってさ、ちょっと冷たそう。え、それだ、心のプラカードになんか返してみたいな。めっちゃ面白かった。え、なんかすっきりしたって言われてるけどさ、嘘、むくんでるよ、寝すぎて。アサイーボールは朝にいいって。顔色良くなってる、だといいんやけど。パタパタ、やすくパタパタありがとう。ほんといっぱい寝てよかった。ピポンちゃんパタパタありがとう。なんかやっぱ私ちょっとクマがあるんかなって思って、なんかこの前メイク落とした時めっちゃ目のここ青くてびっくりしたんよ。そうなんよ。カリパタオチパタパタ、みんなカリパタって呼んでるじゃん、カリパクのこと。パタパタイサオチパタ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 ヤスくんパタパタ、ヌラさんハート、パタズさんいいね、福パタちゃんち今日も可愛いよりこち優しい。パタパタ、ヌラさんハートありがとう。むくんでるからさ、なんか二重幅がちょっといつもより狭い気がする。バリーさんパタパタ、朝の夕何夕王ブルベか、ブルベってことか。中学生っぽい、今日は中学生、なんかもう中学生みたい。コパタちゃんち、バリーさん、パタパタヤスくん、ソラマメさん、バリーさん、ボヤッキーさん、ありがとうみんな。パタパタヤスくん、ボヤッキーさん、バリーさん、でもね、もう大丈夫よ。お風呂もいっぱい入っ、あのお湯にスマホを持ち込まず入るようにしてる。でも今日はちょっと持ち込んで、お風呂の中であの確認、動画の確認とかしたいなと思ってる。リハーサルとかの。パタパタヤスくん、ハジパタさん、バリーさん、みんなありがとう。バリーさん、パタパタ、ヤスくん、ヤスオくん、タッキョン、福パタちゃんち、ありがとう。確かにマッサージ大事。え、私ね、最近の日課があるの、私のおすすめのマッサージ方法をじゃ今日は伝授します。パタパタ、ヤスくん、バリーさん、ヤスオくん、カリパタシマーシー、ハジパタさん、バリーさん、タッキョン、パタパタ、ヤスくん、タイムファイヤーさん、福パタちゃんちね、ありがとう。ときメモ、メモリアル9年仮パクしてる、あの話めっちゃ好き。ときメモ、メモリアルなのもめっちゃおもろい。パタパタ、ヤスくん、福パタちゃんち、ネズオさん、ハンターさん、ジェリーさん、ありがとう。お風呂場で Wi-Fi ない、あるよ、それはある。だから動画そう見てもギガは大丈夫。水木尊い、ありがとう。私のマッサージ方法、お風呂でやってるよ。パタパタ、ヤスくん、おっさんはパタパタさん、ありがとう。
ときメモ、あ、ときめきメモリアルか、ときメモメモリアルじゃない、ときめきメモリアル、そうそうそう、パタパタやすくありがとう。なんか口をはーって半開きにして、そしたらここ頬骨の間をこうやってここで上下に振るの。え、顔やば。これをね、10回、うん、違えた、10秒か。そしたら、目にここさ、痛いやん。ここを親指でグリグリしながら上下に10秒。これもパタパタやすくん、ありがとう。 YouTube にある、うん、うん、この2つだけだよ。ギガ無制限にした方が良くないですかって。そうなんよ、でもね、多分無理かも、私のその契約。ここ痛いよね、みんなも触ってみてほしい、自分の。もうさ、ここなんかさ、私自分のことさ、え、本当にね、ホテルのさ体重計に乗った話したっけ。久保田ちゃんち、マリーさん、ありがとう。パタパタ、あ、知ってる。そうだよ、私めっちゃ安いんだよ、携帯代。私のだからギガをね、そう、買い足しにするように。そう、ギガが、使えるギガが限られてるんだよ、バリーさん。そう、私の携帯代めっちゃ安いからね。しかも家族で、だからママとね半分こ確かだから、でママほぼ外で使わないようにしてくれてるの。だからそう、ほぼ私が、バリーさん、パタパタ、パピポンちゃん、ありがとう。バリーさん、でも今日はさ、あ、今月はさ、結構外でスマホを触ることが多かったから、リハとかだから、そう、ハゲカッパッパタバリーさん、ありがとうね。やっぱ大幅に契約内容変更だよね。え、わかんない、どんぐらいだろう。そう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 、マッサージ、マッサージ可愛くなった、ほんと大人の輪郭になった。ちょっとさ、ここちゃんとシュッとしてるの嬉しい。なんかもうちょっとフェイスラインちっちゃくなってる。このマッサージを最近はしてるよ。でも全然かも。あ、喜んでテザリングしてくれる、優しい。1週間ぐらいこのマッサージ方法を知ってからは結構やってる、ずっと朝も夜も。スキンケアの時、朝、夜はお風呂入るとき。パタパタヤスくん、ホテルの体重計の話をめっちゃしたいんだけど。そうなの、毎月通信代高いんだね。あ、ポケット Wi-Fi、 あ、いいかもしれん。ビロコーさん、ハゲカッパッパタありがとう。パタパタ、そう、そうなんよ。クパタちゃんち、カラスさん、ありがとう。パタパタ、そう、オールナイトフジコが終わった後のホテルね、に結構いいホテルでさ、体重計があったんよ、お風呂に。珍しくない、結構脱衣所に体重計置いてるさホテルってないやん。そう、体重計があって、私もう家の体重計怖くて乗れなくって、そう、やけあの、いつもそのなんか大浴場とかにある体重計とかそういうのに毎回乗っていつも自分の体重を把握してるんだけど、そう、ホテルに体重計があって、もうこれは乗るしかないやんって思ったんよ。いつも自分ちの体重計逃げとる分、出くわした体重計には絶対乗るって決めとんよ。乗って、パタパタヤスくん、パタパタありがとう。したらなんかさ、設定っていうのが出てさ、なんか私30歳の170センチの人で登録しちゃってめっちゃ面白い。パタマズヒップさん、パタパタありがとう。そう、タニ
タのやつ。うん、それはね普通のやつだ。あ、タニタかもしれん。そうそうなんや。うん、マリーさんパタパタありがとう。でそれで私30歳170センチの人間としてその体重計に乗ったんよ。あ、コロネさんパタパタありがとう。バリーさんパタパタありがとう。そうで、それでまあでも結局そのあの設定は全然必要なかったんですけど、あ、福パタちゃんちパタパタありがとう。パタマズヒップさんパタパタありがとう。でさ、もう乗ったらさ、えって思って、はぁーってなって、バリーさんカリパタ落ちパタありがとう。そうもうね、なんだろう、全然結果はでございますね。ちょっと何キロ太ったかはちょっともう怖くて言えません。あ、でも数字的にはまだ可愛いかも。パリーさんパタパタやすくありがとう。でもちょっと自分のなんか前プラス3、え、前世紀プラス3やね。生きやすいからはプラス2やね。え、でもガチ前世紀からだったら5じゃないだけまだマシ。落とせるよ落とせるよ、リコちゃん。で、私はちょっと自分に言い聞かせて、みんなどうしよう、私本当にどうしよう。全盛期があるんよ、1年前。コロネさんマリーさんパタパタヤスくんパタマズヒップさんありがとう。全盛期は本当あの2期生の3周年ライブ、あの時は減量がちってヒンさんの激細衣装も入るぐらい減量がちってて、あの頃はほんと一番細かった。体重もほんともうヒョロヒョロみたいな。そう、パタパタヤスくんマリーさん勇気こいと、みんな助けて。でも1年で怖い、1年で4キロ増えたかも。いやもう叫ぶことしかできない。勇気こいと、パタパタヤスくんマリーさんありがとう。ラストワンさん、え、これはさ、でも私の調子いい時体重、そのなんだろうなんだろう、普通にご飯食べてあのキープできる体重はそれプラス2キロで、今からしたらマイナス2キロなんです。だからあと2キロ痩せたらキープしやすい体重にいける。どうしたらいい？パタ落ちパタパタファイト、ありがとう。バイリーさんパタパタありがとう。そう、でも今日も割と私頑張りました。食事、バイリーさんパタパタありがとう。身長が伸びたかも。パタパタヤスくんパタパタありがとう。筋肉ついたんかな、今ぐらいがいい？全盛期痩せすぎ？ほんと？バイリーさんパタパタありがとう。顔はシュッとしてる？マイナス4に目標しよう。そうね、じゃあ年内この12月31日までに。でもあのね、マイナス4はね、ほんと結構ね、マイナス4はね結構ね、ほんと狂ってたかもしれない。だから年内にマイナス3は行きたい。その2023年のうちにマイナス3キロ痩せたい。マイナス3キロ痩せたいだったらプラス3キロやん。マイナス3キロしたい。3キロ痩せたい。マリーさんパタパタヤスくん、え、1ヶ月
てで5キロ近く痩せた。何したの？もうさ、私さ今流行ってるなんか激痩せする韓国の漢方みたいなの飲みたいもん。そう、マリーさん、パタパタヤスくん、パタマズヒップさん、ありがとう。そう、でも顔に肉がついてならいい、ないならいいんだけど、でもちょっとバディがぷにゅぷにゅしてるの。パタオチパタパタ、ウッシーさん、ウッシーさん心配になる。え、でもね、私割と痩せても元気なんですよ。そう、私そんなご飯食べなくても割と元気なタイプで。パタパタヤスくん、パタパタありがとう。パタパタヤスくんねえ、全盛期はね、何を食べてたか教えてあげたい。朝カフェラテとヨーグルトみたいな。で昼焼きも夜ヨーグルトみたいな。え、もうそんなだった。塩分も抜いてるみたいな。そう、年末確かにカウントダウン TV とか出るんだったら、そう。でも今日の食事もまずまずですよ。パタパタヤスくん、バリーさん、パタラトさん、そう、今日の鍋を続けたら痩せる？本当？え、今日はその朝何も食べずに行って、腹減りのすけで、腹減り龍之介 でお家帰ってきて、でサーモンのお寿司を5貫食べて、それが朝昼ご飯。そっから夜そのミルフィーユ鍋も一番豚バラの量が少ないパック選んで、そうで、こう白菜多めで食べて、めちゃめちゃ物足りんなってなって、オートミールと残り汁でオートミールと卵を入れたお粥作って食べただけで、で整ってたら、やんねえから、お誘いが来たから。私ね、お誘いとかは絶対断らないようにしてるの。そうで、ちょっと まだなんか物足りんなってなったから、まあこれが、まあ、3食目ということで、チョコバナナと栗まんじゅうを食べて、でちょっとだけやんねえの豚バラ串とたこ焼きをもらったの。そう、これが3食目で、ちゃんと歩いたし。でもこれなら続く。何気にちょっと食べててびっくりした。で、あのいちご飴も買っちゃうんよ。でもそれはちょっと冷やしてる、明日の朝食べようと思って。ちょっと今日食べたら多分罪悪感で寝られんくなる。ちょっと3食目はこじつけでは。でも、もともと食べてる量は多分少ない。こういうとこだぞ。パタパタヤスくん、サトくん、福畑ちゃんち、みんなパタパタありがとう。アイドルだもんね、マリーさん。福畑ちゃんち、パタパタヤスくん、ジム通いやめてから筋トレした。あ、朝筋トレしよる。全盛期の時はとある部分がなくなった気がする。それはそう。でもなんか今もなんか別にしぼんだんじゃねってぐらい、なんかそんなないかも。そんなあるわけじゃない。クリスマパニオタ PTPT さん、バリーさん、パタパタヤスくん、福パタちゃんち、コバさん、ありがとう。わらびもちさん、コバさん、パタパタヤスくん、クリスマパニオタ PTPT さん、バリーさん、コバさん、ありがとう。でもそう、今日はね、そうダンス今朝踊ってきたし。確かに。でも私はね、足から痩せていくタイプなんですよ。そう、足とかおケツとかから痩せていくですよ。どっちかといったら上半身にめちゃめちゃ、あ、1ありがとう、ゾンビ1ありがとう。そうだから、え、みんなの食事量教えてよ。コバさん、バリーさん、クリスマパニオタ PTPT さん、そうだからね、コバさん、バリーさん、ありがとう。でもやっぱ私のお利口さんの中に可愛い女の子のファンの子もいて、いや私より可愛いやんって子たちばっかだから、ちょっと
ちゃんとなんか押されてるからには可愛くいなきゃ。徐々に徐々にね。バリーさん、クリスマパニオタ PTPT さん、現状維持に頑張る。これ以上にはならないようにする。プラス5キロとかなったらやばいから元に戻せなくなる。頑張るね。コンサートまでにマイナス1キロとかできたらいいなと思ってるけど、いっぱい動いて食べる量も考える。バリーさん、パタ落ちパタパタ。助けてよ。でも腹筋しなきゃ。バリーさんありがとう。コバさんありがとう。完食しなかったらいける？なんかさ、レッスン頑張ってるからっていう理由でさ、休憩中にグミとか食べちゃうんだよね。コバさん、バリーさん、どう思う？食べるもの変えたらいい？昆布とか茎わかめとか。クリスマパニオタ PTPT さん、バリーさん、パタパタヤスさん、パタズさん、ファイトって、ありがとう。みんなありがとう。生ガキたくさん食べるとキログラム単位で痩せられることがあるよ。あら、それで結構ガチャ当たり外れ、当たりじゃない、そのもはや外れであれ。うん、コバさん、バリーさん、ありがとう。パタパタヤスくんもクリスマパニオと PTP でした。みんなパタパタありがとう。タカケイさん、レインボースターありがとう。ね、不健康なさ、確かにアイス我慢。アイス1日1回。え、でも今日食べてないよ。食べたいって思ったけど、結局チョコバナナとクリまんじゅう食べてる。クリまんじゅうめっちゃ美味しかった。カスタードとつばんがあったんやけど、あったたかいさ、つばんって美味しいからさ、つばん。パタパタパタパッタリーさん、福パタちゃんち、バリーさん、みんなありがとう。チェビト、チェビトって何？5キロ？チェビトって何？福パタちゃんち、パタパッタリーさん、なんか来たかな。あ、そういえば、返してなかったマルル。ご飯が美味しいじゃん。クリスマパニオタ PTPT さん、パタパタヤスくん、コバさん、ありがとうね。キャベツ生活？じゃーん、じゃーん。確かにここね、今ニキビパッチ貼ってる。ここにニキビできた。でも他はちょっと落ち着いてきた。こことかにも結構。なんでできたんだろう。不摂生、生活習慣、季節の変わり目。うん。パタパタヤスくん、クリスマパニオタ PTPT さん、宇佐田さん、福パタちゃんち、コバさん、ありがとう。グリアリ卒子までにちょっと 500g でもいいから落ちれば、落ちればいいんですが、 600g がな。そう、クリまんじゅう美味しかった。確かに。うん、え、30万ポイント差、えぐ。みんなありがとう。1位キープ。ラストのさ、ハロウィン当日なんかしたいんだよね。パタパタヤスくん、バリーさん、パタパタヤスくん、バリーさん、ありがとう。アイドルの衣装がね、綺麗に着れたらいいんですけど。バリーさん、パタパタヤスくん、ありがとう。スイカゲーム、毎夜、毎夜毎夜、毎日すればゾンビ化して痩せる。豚白菜でだいぶ整うかな。夜はそういうお鍋とかにしたらいいよね。バリーさん、パタ落ちパタパタ、パタパタヤスくん、バリーさん、パタパタヤスくん。あー、筋トレよりランニングか。確かになんか有酸素の方が落ちるっていうよね。バリーさん、じゃあ朝のさ、ヒートはと、 HIITヒットって読むらしいけど、私はヒートって呼んでる。自転車漕ぐとか。あ、確かに。お米も食べたし、オートミールも食べたし。 FR さん、パタパタありがとう。パタ落ちパタパタ、パタパタありがとう。基本2食。待って、私みんな、私も喋りたいし、みんなのコメントも見たすぎてめっちゃ時差あるかも。バリーさん、ケンタッキーさん、パタパタ、
ばさん、パタパタありがとう。あ、太らない体質か。1日 1.5 食めちゃいいやん意識高い。1日1食福パタちゃんち、バリーさん、え、ブラックコーヒーのみ足りてる。あ、チョコモナカジャンボ自分のご褒美にしてたの。1日1食で3日に1度ぐらい2食。え、結構お利口さん、えぐ。福畑ちゃんち、バリーさん、ありがとう。え、満腹になるまで食べるようなことはしてない。え、わしらのお利口さんはもしかして K-POP アイドルなのかK-POP アイドルってそんな感じじゃない。あんまなんか食べてないみたい。みんな結構もやしなのでは。バリーさん、パタパタ、やすくん、でも夜も、夜、え、朝水分だけで夜までに持てばいいぐらい食べて。が、夜がっつり派なんだ。え、バリーさん、パタパタ、やすくん、毎日黒ウーロン茶、あ、いいっすね。ん、5食待って、何の話、5食だって。私間違えた。1日 1.5 食どっち。5食朝ゆで卵1個、昼ならマックポテト M サイズぐらい、夜はサンドイッチ半分。それは痩せるわ。足りる足りる。タラモマニアさん、パタパタ、パタヤさん、ゾンビ新規です。え、絶対ゾンビ新規じゃないでしょ。え、ゾンビ、あ、初ゾンビ、初ゾンビ。パタパタ、ヤスくん、バリーさん、ポップコーンがいい。あー、グミじゃなくガムか、名前似てるし。はあ、野菜、果物か、いいか。バリーさん、パタパヤさん、パタヤさん、パタパタ、ヤスくん、パタヤさん、バリーさん、朝昼食べて夜ヨーグルトだけがいいか。あー、夜やっぱ少ないがいいよね。パタヤさん、ありがとう。推しに恋煩いしたら胸がいっぱいになって痩せるよ。恋したらなんか喉通らないって言うしね。恋か今、あ、でも私実家帰って3日間ぐらいつぶちゃんとぽぽちゃんと一緒に過ごして、一旦広島帰ったらなんか喪失感で結構なんか涙出ちゃうぐらい寂しくなっちゃって、寝起きつぶちゃんがこの枕元にいるみたいな、で、おはようって言ったらよしよしよしみたいな、えーみたいな、それがなんかすごいふわふわって思い浮かべて。確かにその時は食欲なかったかも。それでも1日ぐらい食欲なかったの帰ってきたその日ぐらい食欲なかったの。あー、グミをガムに変えるのいいかも。じゃあ明日の隙間時間はガムにする。パタヤさん、バリーさん、ガム買ってみるね。福パタちゃんち、パタヤさん、バリーさん、パタパタ、ヤスくん、パタヤさん、タラママニアさん。あー、顔につかなければ OK。 ついてるくない、丸顔極めてない。確かにレッスン後はタンパク質がいいか。そう、つむちゃんとポポちゃんに会いたいってなっちゃった。福パタちゃんち、バリーさん、パタヤさん、ありがとう。孫悟空さん、パタヤさん、パターさん、バリーさん、パタヤさん、長岡さん、バリーさん、パタヤさん。アイスっていいよね。あ、変化があったら察します。やばい、ホワイトはチコパタ、チコガチ、カリパタ、シマーシー、シマーシーやったんか。パタヤさん、間食はちょっとじゃあ気をつける、おやつやめるね。ホワイトはチコガチ、パタパタヤスくん、パタヤさん、フルーツとかにしようかな。なんでアイドルってアイスとラーメンが好きなんやろ。確かにカロリー計算しよう。確かに1日のカロリーとかをメールとかショールームで報告するのは良いかも。肌綺麗すぎ、優しい、綺麗にしたい。パタパタヤスくん、パタパタ、パタマズヒップさん、福パタちゃんち、ありがとう。パタラトさん、パタヤさん、ああ 2.5。 私さ、ご飯は炊かないようにねしてるんだよ。鶏白菜、あ、いいね。確かに鶏さん買ってこようかな。バリーさん、確かにヤンマガのグラビアとかも とりあえず入ってきそう。まだ知らないの。バリーさん、パタヤさん、パタパタ、ヤスくん、
パタパタヤスくん、バリーさん、あ、朝筋トレいいね。バリーさん、パタヤさん、でも朝の配信とかで筋トレしようかって思えんわパタヤさん、バリーさん、パタパタヤスくん、みんなが見とってもう甘えちゃいそう、眠すぎてみたいな。パタパタヤスくん、バリーさん、ちょっとみんなのコメントに追いつこう。確かにパタヤさん、バリーさん、でも筋肉やっぱつけたいよね、代謝上がるし。インナーマッスルか、ボイトレ言ってたね、ボイトレ、チャリコギ30分も暇すぎてできんかも、耐えれんかも。そのあ、キンパイさん、バリーさん、パタヤさんね、ありがとう、みんな。パタパタヤスくんもありがとう。え、増量中？1日5食はいいかも、増量なら。あ、ナッツもいいね、確かにナッツっていいかも。1日アップル一口K-POP、 パタヤさん、パタリア K さん、ありがとう。福パタちゃんち、あー、カテキ、あ、お茶朝特報のやつか、なんか痩せるみたいな。じゃあおやつなしにするわ、これから。甘いものはフルーツかガムで取るようにする。福パタちゃんち、おさんはパタパタさん、クリスマパニオタ PTPT さん、パタヤさん、ありがとう、みんな。浜谷さん、ありがとう。千切りキャベツ一袋、割とみんなすごいね。明日でも白菜の内側の部分が残っとるから、それでちょっとスープ作ろうかな、帰ってきたら。明日はね、まあ夜になることはないので、そうしよう。パタパタヤスくん、クリスマパニオタ PTPT さん、パタヤさん、パタパタヤスくん、キンパイさん、そう、コバさん、パタパタヤスくん、パタパッタリーさん、パタオチパタパタさん、みんなのコメントに追いつきたい、こ、追いつきたい。コバさん、パタパタヤスくん、パタパッタリーさん、あ、確かに森氏を2倍にするか確かにチートデイ、え、じゃあ次のそのチートデイではマックのあのバンズが違うやつを食べたい、プリプリシュリンプタルタルみたいな。パタヤさん、パタパッタリーさん、ありがとう。ヤンマがパタリアケイさん、パタパッタリーさん、パタヤさん、確かにみんなのあのお礼で、 おかげで取れたヤンマがだから、みんなに可愛い姿見せたいし。夜ウォーキング1時間してるの？確かに炭水化物抜き大事だよね。じゃあ分かった、みんな、私明日からカロリー計算するから。じゃあちょっとみんなのコメントに追いついてから。おやつは胸肉、強い。パタパタヤスくん、パタパッタリーさん、ありがとう。お利口さんが今日からリコチの体重管理をするの。もうさ、お利口さんにさ、メンタルサポートまでやってもらってんのにさ、体重、体型管理みたいな、ご飯管理までしてもらってる。うん、でもお米大事って言うよね。じゃあお米は食べていい、小麦はちょっと控えよう。パタパタ安くん、でもさ、私さ、あのパン食べたいんだよね。なんかこれ1日なんか一食これに置き換えたら痩せるみたいな、パンなんか栄養も入ってるし、タンパク質も取れるし、食物繊維も入ってるみたいなパン、なんかファミマとかに売っちゃうやつ。パタパタヤスくん、パタパタヤスくん、まことさん、福パタちゃんち、リディアンさん、シンクロワッサンさん、パタパタヤスくん、コバさん、ありがとうね。孫悟空さん、うん、白菜と春雨の中華スープ、いいね。じゃあ白菜、でも私あんま春雨なんか美味しいけどさ、カロリーって、あ、コメントでも書いてる、そうだから春雨抜きの白菜の中華スープ作ろう。あ、いっぱい作っちゃったらみんなに送ろう。コバさん、パタパタヤスくん、ありがとう。確かにキュウリ、明日はね、割と8時起きとかで、9時からちょっと配信しようかな。パタヤさん、リディアンさん、カラさん、バリーさん、確かそんぐらいだったような。あ、なんなら10時からかも、朝
配信。いける？おる遅すぎたりしない？10時からまあ30分程度かな。どう思う？40分ぐらいかな。そっからちょっとお役目行くかな。どう思う？みんなあんま見にくいかな。バリーさん、カラさん、コバさん、リコちゃん自炊するのかな。したいからね、これをずっと手元に置いてる。じゃあ白菜のレシピをちょっと後で調べる。シュリンプタルタルにする。バリーさん、パタパタ、コバさん、パタパタ、ありがとう。あ、グラコロも食べて。余計やめなさい、かっこ余計はやばい。バリーさん、コバさん、ありがとう。パタパタやすく。でもさ、私さ、あの食後のデザートがないとさ生きていけないタイプなの。食後のデザートがないと、はあ食べたって感じになれないの。もっと欲しくなっちゃって。まさっぴさん、バリーさん、パタパタやすく、コバさん、確かに老けない、老けたくはない。明後日くらいには計算しなくなる予定。ちゃんと計算してそれをお利口さんに送るね、コンサートが終わるまでは。頑張って言ってる。終わるまでは。あ、ベースブレッドのこと。そう、ベースブレッド、あれどう思う？結局あれって小麦かな。朝スクワット、確かに2日間ぐらい朝スクワットと朝プランクしてたよ。でも急にちょっと早朝 お役目が増えてできなくなっちゃった。理由がそれ。あ、ごめんなさい、明日はしたいけど。コバさん、バリーさん、ヒロさん、バリーさん、パタヤさん、そう、ベースブレッドはどう？確かに、なんかさ、将来骨粗鬆症とかになったりさ、そう、なんか栄養失調とかになるよりかはちゃんと食べた方がいいよね。パタヤさん、バリーさん、ヨウちゃん、コバさん、パタパタのしんち、パタマスヒップさん、バリーさん、うわありがとう。バリーさん、パタパタやすか、コバさん、え、いいの？ちゃんと休んでほしい、優しい。仕事サボ、休憩段取り作らなきゃ。休憩してくれる？じゃあ明日10時から10時40分ぐらいまでちょっと配信しようかなと思います。ありがとう、みんないつも私の配信、なんか家出る前配信は結構日課。そのおかげで割とあの起きれるし頑張ろうってなってる。バリーさん、パタパタの新地、パタ落ち、パタパタ、コバさん、クニちゃん、マリーさん、ありがとう。マリーさん、コバさん、はぁ、マリーさん、甘いもの大好き。クニちゃん、マリーさん、ありがとう。食後デザートはその食事の中に組み込もう。そうなる？とんかつあげられるけど婚活できない。うまいこと言うな。あ、ほんと、お米しっかり食べるとデザート渇望感が出なくなるよ。お米大事ね。バリーさん、コバさん、ありがとう。パタパタやすくん、バリーさん、別腹だから大丈夫。ねえ、みんな優しい。でもみんなさ、私のさ、え、なんかみんな結構ほんとさ物知りね、そういうことをするとみたいな、ご飯食べた方がいいみたいな、炭水化物抜きはダメとか教えてくれるのすごいね。ヒデさん、パタパタやすくん、バリーさん、パタリアケイさん、なんかアイドルになってダイエットいろいろ頑張ってきたけど、なんかもう瞑想今。そんななんか10代の頃より太っちゃうとかバクブトリーとかはなくなったけど、難しい。健康的にさ引き締めていきたいよね、痩せたいよね、ちょっとスリムになりたい。サパタパタレネコチー、バリーさん、ヒデさん、パタパタヤスくん、コバさん、ありがとう。あ、味想像にしますか。バリーさん、パタパタヤスくん、ありがとうね。あ、置き換え大事ね。人工的なものをおすすめしな。ベースブレッド、キシリトールガム、確かに歯にもいい。バリーさん、ありがとう。そっか、明日ちょっとキシリトールっていうかガム買ってみる。福パタちゃんち、バリーさん、ありがとう。確かに甘いジュースとかお菓子、お菓子ね、ちょっとお菓子立ちしたい。足を伸ばしました。マリーさん、
パタパタ安くありがとう。コンビニ入店禁止。あ、もうそんぐらいにするか。でもちょっと今の期間は許してほしい。とご飯ちょっと手軽に買えるところが。バリーさん、パタパタヤスくん、パタヤさん、こんにゃくレシピもいいね。パタヤさん、パタパタヤスくん、バリーさん、ありがとう。あ、春雨の代わりに糸こんにゃくでも良さそう。パタパタヤスくん、バリーさん、あ、確かにこんにゃくも食べ過ぎは良くないんか。なんか良くない。ダイエットってむずいよね。ほんとやだわ。私の味方。優しい。同じ気持ちだね。パタパタヤスくん、バリーさん、パタラトさん、ありがとうね。クリスマスまでに痩せたい。なんで予定があんの。あ、なんで。パタパタヤスくん、バリーさん、パタオチパタパタ、バリーさん、ありがとう。バリーさん、パタパタヤスくん、パタパタヤスくん、バリーさん、たくさんありがとう。あ、到達したよ。笑われてる。食欲の秋だよね。ファスティングできない。私どこの女よ。クリスマスにどこその女とデートか。あ、いや違うよ、あれはクリスマスじゃないもん。12月10日の福岡かと思ったけど。バリーさん、ありがとう。でも確かにあの衣装を着てみんなと写真撮るなら痩せてる方が絶対可愛いし。痩せます。福畑ちゃんち、パタパタやすくん、クリスマパニオタ PTPT さん、ボヤッキーさん、キンパイさん、パータンスさん、クリスマパニオタ PTPT さん、バリーさん、パータンスさん、ありがとう。追いついたよ。福畑ちゃんち、ありがとう。あ、みんな、バリーさん、クリスマパニオタ PTPT さん、パタパタやすくん、パータンスさん、パタパターですさん、おー、なんか勢いがすごい。みんな、ありがとう。バリーさん、パータンスさん、クリスマパニオタ PTPT さん、パータンスさん、パタパタやすくん、サンタさん、会いに来て。紅芋のモンブランアイス絶対美味しいやん。わっわっ、みんなすごい。パタヤさん、福パタちゃんち、バリーさん、福パタちゃんち、パタオチパタパタ、パタヤさん、パータンさん、パタパターですさん、めっちゃ早口にして読んで。パータンさん、福パタちゃんち結婚して。じゃあまあ、じゃあもう、5キロ痩せたらねとか言って思ったけど、5キロかと思って、もし私が本当なんか体重を崩したら絶対なんか行ってしまう体重ではあるぞとか思いつつ。ユミちゃん、バリーさん、アンドーナツさん、ハルさん、福畑ちゃんち、ピノいいね、あのカフェラテ味食べたい、ミキヤくん、福畑ヤスくん、でも運動ちょっとやろうね。バリーさん、パタズさん、ありがとう。リルルさん、バリーさん、たくさんありがとう。みんな、ネモハモルーマ踊る。え、配信終わったらミニストップの新しいスイーツアイスを買いに行くだと。ねえ、私の配信、私は頑張るよ。じゃあ私の代わりに食べてね。パタズさん、バリーさん、福パタちゃんち、たくさんありがとうね。パタパタヤスくんも、パタズさん、バリーさん、パタパタヤスくん、ありがとね。運動してもなかなか体重減らない。よね、わかる。やっぱさ、食事よね。私も運動してもなかなか体重減らんけど、やっぱ食事制限したら落ちる。パタズさん、パタパタヤスくん、バリーさん、あ、確かにデザート焼き芋か干し芋いいかも。ピノ食べたノアピ、怪文ならず。確かにピアノの、ピアノ弾く日のアピ、弾く日って何。マリーさん、パタズさん、パタパタヤスくん、え、マックの月見シリーズ販売終了。食べてないんだが。確かに、え、歌番組とか出れたらいいよね。パタオチパタパタ、パタズさん、マリーさん、パタパタヤスくん、リルルさん、え、36万ポイント差ね、ありがとう。でも私ほんと頑張るから。パタズさん、バリーさん、でもね、昔の私だったら今日のお祭りでもお腹いっぱいだけどいっぱい食べちゃうってなってたと思うし、いちご飴買ったけどもう今食べちゃおうってなってたと思うけど、ちゃんと明日のにしたよ。明日食べますにしたよ。パタズさん、パタマズヒップさん、マリーさん、福パタちゃんち、
パタヤさん、パタズさん、福パタちゃんち、パタヤさん、パタズさん、みんなありがとう。バリーさん、パタズさん、福パタちゃんち、パタヤさん、ありがとう。痩せると痩せれるように頑張るから、明日は白菜でちゃんと夜スープでも何でも作ろう。どれだけお腹が空いてても、どれだけ疲れてても、疲れることはないけど、お腹空いててお腹空きすぎてもめんどくさいから買って食べようってなっちゃうことが多いけど、お腹が空いてるからこそ自分で作ったご飯が美味しいよね。半分もう投げやり状態で話してる。バリーさん、福畑ちゃんち、パタズさん、ありがとう。かき氷女王のアイス券をまだね使ってないの。バリーさん、パタズさん、こういうとこちょっとさケチっちゃう。なんか大事だからちょっと大事にしようみたいなことあるんだよね。バリーさん、パタズさん、コバさん、パタズさん、コバさん、パタオチ、パタパタ。私ガリガリ君の、え、白いさは美味しい。私あれさ、ピーナッツバター好き。そう、待てを覚えました。そう、樽を知る、ほんと大事。もうお腹いっぱいだからって。朝配信明日10時からするよ。ニースケンさん、なんなんさん、ありがとう。バリーさん、おっさんはパタパタさん、パタパタヤスくん、パタリアケイさん、あら配信見れない、そっか、ありがとうね。おっさんはパタパタさん、パタパタヤスくん、パータンさん、忙しいよね。みんなも見れるときに配信見てほしい。パータンさん、ありがとう。パタパタヤスくん、パタマズヒップさん、バリーさん、福パタちゃんち、パータンさん、バリーさん、ありがとう。あ、追いついた。前日に夕食を用意。あ、えらい。私もそうしようかな。帰宅したらすぐ食べたいよね。え、それはめっちゃナイスアイディア。パタパタヤスくん、バリーさん、ありがとう。え、じゃあちょっとさ、これでさ白菜レシピ調べてみてもいい？え、今から作ってみようかな。汚いキッチン。バリーさん、パタパタヤスくん、シーバスさん、パタオチ、パタパタ、ありがとう。じゃあちょっと白菜、え、でもやばい、白菜しかない、あと卵。パタパタヤスくん、バリーさん、でもさ、もう白菜とさ卵だけでもさ十分美味しいよね。野菜、キャベツ、玉ねぎ、チンゲン菜、じゃがいも、もやし、きのこ、さつまいも、かぼちゃ、あれ、白菜どこ、あ、いた、無水豚バラ白菜、絶対うまい。わあ、バリーさん、パタパタヤスくん、ね、ありがとう、バリーさん。うわ、ポトフ作りたくなった。白菜とウインナーだけの鍋って見て。今から食べちゃダメよ。分かった。クリスマバニオダ PTPT さん、バリーさん、私の冷蔵庫本当に綺麗よ。真っさらになった、交換してから。お出汁欲しいわね。白菜卵でスープできるね。足りないものを買いに行ってくれるの？走っていいの？パタってくれるの？バリーさん、クリスマパニオタ PTPT さん、福パタちゃんち、ありがとう。ウインナーいいね。白菜だけでも中華スープ美味しい。なんかとろみつけたらもっと美味しそう。見て、白菜とベーコンのクリーム煮風、いいよ。牛乳クリームシチュールー2変、チンで作れる、エグー。白菜買ってくる？クパタちゃんち、バリーさん、パタパタヤスくん、確かに。バリーさん、ちゃんと作りたいよ。温まるお料理いいよね。バリーさん、パタパタヤスくん、ベーコンいいっすね。これもベーコン入ってる、厚切りベーコン。白菜のなんか無限白菜、なんかちょっと漬物みたいな、チュケモン。ベーコン多めがうまいのよ。あ、油揚げいいね。白菜とお味噌汁に油揚げ、マジ美味しいよね。マジって言っちゃった。とっても美味しいよね。バリーさん、パタパタヤスくん、コバさん、ありがとう。パタオチ、パタパタ、バリーさん、コバさん、ありがとう。もうこのこれ大好きよ。じゃあ卵は、卵の茶碗蒸しとか作りたいな。
あった。バリーさん、コバさん、ありがとう。チュケモン、コバさん。チュケモンってもう呼ばれてない？私結構チュケモンって呼んじゃうんですよ、竹本ゆいさんのこと。チュケモンさん、ダンスうまっていつも会ってる。バリーさん、ありがとう。あ、サラダチキンか。確かにいいね。サラダチキンで代表。パタヤさん、間違えた、普通にパタだ。パタ2003だった。ありがとう。コバさん、バリーさん、ありがとう。茶碗蒸し作れるよ。え、超いいよこの作り方。パタ落ち、パタパタ。バリーさん、ありがとう。コバさん、バリーさん、ありがとう。あー、白菜ベーコン、ベーコンいいね。じゃあ明日ベーコン買って帰ろう。卵1個、めんつゆ、水で茶碗蒸し、椎茸、かまぼこ粉とか入れたらラップして2分チン。すごいよ。あー、卵液は茶こしを使って茶碗に入れると舌触りが滑らか。間違いないね。コーラさん、パタパタ。コバさん、パタパタ。バリーさん、パタパタ、ありがとう。クリスマパニオタ PTPT さん、ありがとう。パタパタ、おいしそう。よだれが出る。パタパタシスターズさん、かわいい。何その名前。バリーさん、え、明日誕生日なんです。超誕生日プレゼントだったじゃん、この前の公演。味変に溶き卵いいね。溶き卵おいしいよね。今日のね、雑炊もね、美味しく溶き卵できたんだよ。バリーさん、ありがとう。じゃあ明日の夜ご飯の白菜はお楽しみで。じゃあさ、あれ入れるわ。うん、バリーさん、ありがとう。あれ入れるわ、あのあれ、カロリー計算。私ね、カロリー計算で大好きなね、あるんよ。カロリー計算してくれるね、これ。このね、カロリー計算がすっごい優しいんよ。じゃ今日のさ、ちょっとさ、何キロカロリーやったかさ、ちょっとさ見てみようよ。パタ落ち、パタパタ、ありがとう。さ、ちょっといらないアプリ消してさ、割と全部大事。はい、ちょっとかゆいでございます。え、アスカちゃんからもうメールが47通も来てんだけど。メッセージ、バリーさん、パタ落ち、パタパタ、クリスマパニオタ PTPT さん、ありがとう。ローマ版消さないで、ごめんなさい。アスケン派？私はカロママ派です。でもなんかカロママプラスになってる。カロママ ID 持ってるよ。ログインできた。アスカちゃんから、アスカさん、歩数 OK、 連携しました。睡眠、じゅんじゅんさん、ハートありがとう。七並べ消してないよ。え、なんかさ、フィットビットっていうさアプリからさ睡眠記録できるの？やってみる。じゅんじゅんさん、ありがとう。そういうことか。鑑賞会してるもんね。めっちゃ実況してくれるもん。嬉しい。
お、できたのでは？あ、スマートウォッチ必要？やばい、身長と体重入れなきゃ。クリスマパニオタ PTPT さん、ありがとう。やっぱ睡眠管理大切よね。バリーさんもありがとう。カオちゃんもありがとう。だって睡眠取れてない時めっちゃ食欲増すよね。あ、ゾンビ1ありがとう。え、あのさ、睡眠不足の時めっちゃさ、あの170センチやばい、本当にリアルになるやん。パタ落ちパタパタ。バリーさんありがとう。公開できないよ。うわ、心苦しい。この体重打つの、あと1キロ痩せてたら。え、これってさ、四捨五入する天五とかだったらどっち行く？やばい、切りたい切りたい。バリーさん、パタ落ちパタパタ、ありがとう。口に出さず、30歳の170センチで。いやー、切ります。もう絶対そっちに行かないって思って、四捨五入してもそっち行かないと思ってこっち行きます。そう、小数点入れられなかった。フィットビットはさ、あれなんだね。もうできたみたい。でもどうなるんだろう。ミヤさん、ミャンさん、ありがとう。体重公開はできません。じゃあ3キロ痩せたら公開するね。睡眠どうなんだろう。フィットビットでどうなるんだろう。7時以上で繰り上げちゃったらもう、はいはいはい、こっちこっち、ゼロゼロゼロ。パタパタ安くん、キャプテン翼さん、ミヤンさん、5から繰り上げ。5はまだいいでしょ。6からじゃない。キャプテン翼さん、パタパタ安くん、ありがとう。ね、寝不足の時って本当にめちゃめちゃ食べたくなるから、私その富士コーズ、富士コオールナイト富士コが終わった後、寝ずに飛行機乗って、その飛行機待ちの時にアイス食べて、で、あ、お腹空いたみたい私ってなって、その昨日の夜出たお弁当、2個お弁当出たんですけど、2個とももらってでキープしてて、なんなら一番目の現場の夜のお弁当は余ったやつを一つもらって帰ってるから2個目なんです、実質で。もうそのフジコ、オールナイトフジコの現場でもらったお弁当、豚トントロみたいな、トントロお弁当みたいな、お弁当にしたら本当に柔らかくって重そうだったからちょっと食べれなくって、それキープしてて。そう、それとかなんかちょっとナチュラルローソンで買ったパンとか、そういうの全部朝から食べた。朝からお弁当2個も食べた。そう、キャプテン翼さん、パタパタヤスくん、本当に食欲がすごかった。そう、ノブローさん、パタパタヤスくん、だからやっぱ寝ないと食べ過ぎでしょ。しかもお弁当もなんかレモン汁をかける唐揚げのお弁当とトントロ、もう諦めなさいって言われてる。もう本当に確かにね。でもその分ちゃんと使いました、体力になった。秋だねって言われてる。秋関係ある、食欲の秋ってこと。パタパタヤスくん、ありがとう。としちゃん、誰もありがとう。え、体脂肪わかんない。罪悪感感じてるのよ。そう、でもね、その日は公園だったからね、朝からしっかり食べていいこと。え、今日1万歩達成してるって。飛行機で爆睡、爆睡だった。私も寝れるかなと思ったらめっちゃ寝てたし、その後の移動もそう爆睡だった。もうさ、腹筋するから。パタパタヤスくん、パタパタ、トシちゃん、パタパタヤスくん、ありがとうね。ノロパタ
ララに語ってる、赤裸々に話してる。でもいっぱい話したい。じゃあ今日はどんな気分ですかって。ハッピー、うん、ハッピーは持ち上げてよもう私のずっと持ち上げてよ。うん、健康メモ、普段気になったことをメモしておけます、日記代わりにお使いくださいって。頭ずヒップさん、パタパタ安く、パタ落ちパタパタ。お家帰ってきてお昼寝したら罪悪感でダウンしたけど、やんねえとお祭り行ってハッピー侍と。オッケー、そんないい仕事してくれんの。朝食食べました。そう、あのね、このねカロママはね、めちゃめちゃなんか時間がなかったです、え、食べなかったって言ったら、時間がなかったですか、一口だけでも食べるように意識してみましょうって言ってくれる、すごいママなの。パタオチ、パタパタ、福パタちゃんち、タイムファイヤーさん、村上さん、あ、ごめんなさい、ちょっとどついちゃった、マリーさん、パタパタヤスくん、ありがとう。パタパタヤスくん、マリーさん、パタオチ、パタパタ、パタパタヤスくん、マリーさん、福パタちゃんち、ありがとう。そう、カロママもう消しゴムマジックで、え、食べたもの、え、腹の肉とか消していただけたら。昨日はよく眠れましたか、入眠時間わからん。こういう時やっぱアップルウォッチがあったら便利なのかな。うん、みんな優しい。バリーさん、福パタちゃんち、パタパタありがとう。なんかみんな優しい。今日は0時半に寝てますね、昨日の夜か、まあ今日0時半で起床時刻が何時だ、7時半だ。うんうん、待って、睡眠時間19時間とかなってんだけど。キョンさん、シリコンパタちゃん、ありがとう。それな、でもみんなにこの痩せたいっていうことをね共有できるのが本当嬉しい。 AM ね、昨日はよく眠れましたか、ぐっすり、ほんとぐっすり、もっと眠りたいぐらい。キョンさん、シリコンパタちゃん、ロムさん、バーリーさん、ありがとう。浜谷さん、バリーさん、ありがとう。よく寝たよ19時間えぐい。体の情報、体重わかんない、ちょっと答えずに。朝食食べましたか、メニュー、サーモン、寿司。いや、サーモンって57キロカロリーな1貫。お、5個も食べましたから、あ、283キロカロリー。え、低ない、え、リコシと一緒にダイエット頑張る仲間いる、よろしく。私も今頑張ろうって気持ちになってるから、一緒に頑張ろう。バリーさん、浜谷さん、ありがとう。福パタちゃんち、タンタンタヌキさん、バリーさん、ありがとう。ね、みんなに目標やっぱりこうやって伝えるのはいい。サーモン5貫は283キロカロリー、割と低いのでは。からほら、こうやってね、カロママがさ、なんかこれまでの摂取カロリーが少ない上に昼食でもカロリーが少なめです汗ってくれてる、優しい。バリーさん、ありがとう。でもこのサーモンめっちゃメールで送ったんだけど、ネタが大ぶりで脂もめっちゃ乗ったから本当に美味しかった。握り寿司、サーモン劣ったのが良かったです。体を作るために必要な栄養がたっぷり詰まっている魚はあなたの健康にとって必要な食材ですよ。素晴らしい。え、スクワットしようね。バリーさん、ありがとう。
でもなんかながらダイエットみたいなので、なんか歯磨きしながらスクワットはいいみたいな、なんか食物繊維少ないよみたいな。夕食、完食食べてない、完食なしはいいよって。じゃあ夜ご飯がやばいから、ヒデキンガーさん、バリーさん、ノーネームさん、アッキーさん、ありがとう。バレエの筋トレ何にもしてない。ヒデキンガーさん、バリーさん、ありがとう。またまた。腕立てとか腹筋、確かに上半身だもんね。アッキーさん、バリーさん、ありがとう。レッスンの時スイーツの差し入れ来たら超最高なんだけど。え、まず、え、ミルフィーユ鍋、オートミール、卵、チョコバナナ、栗まんじゅう。栗まんじゅうじゃないよあれ。いや、あれ栗まんじゅう、栗が入ってる大判焼き。じゃあ栗も、3ヶ月で 3.5 キロ、すごい。筋トレして食生活変えたの、えらっ。いいさん、パタパタ、やすくん、パタ落ち、パタパタ、ありがとう。なんか、やっしパタパタさん、ありがとう。みんなさ、えらいよ。私のファンの方、お利口さん、みんな。じゃあちょっとやんねえから一口もらった豚バラとたこ焼き、豚バラ串農家にしたいところだけど、わかんない。卵、チョコバナナ253キロカロリーなんだけど、大判焼き、今川焼きって本当に133キロカロリー？発展堂生大判焼き、今川焼きって本当にこんぐらいなの？サイザイさん、ありがとう。信じてるよ。甘栗、甘栗。栗きんとんかも。でも 350g からん。あ、一食 30g。 豚バラ串でも一口だから、あれから見たら0って2ぐらいじゃない？たこ焼きも一つだから。でもこれを豚白菜鍋、豚バラ鍋、割と高いのではカロリー。チョコバナナだから夜より朝がいい。そうだよ、チョコとバナナも。豚バラ鍋やばい。一人前421キロカロリーなの。何？はい。結構赤裸々に書きましたよ。夜のカロリー1220キロカロリーなんだけど。大丈夫そう？チャーさんパタパタ。これ太るわってちょっと私今。なんかそんな気分なんだけど、大丈夫そう？タンタンタヌキさん、いや初日から大丈夫そう？私ね、昨日の夜そらほら今日からダイエットするって言ってたじゃん。夜でめっちゃ取りすぎじゃん。でもね、今回良かった。ほらお昼のアドバイスを生かして食物繊維をしっかり取ってくれましたね。ほらカロママが褒めてくれるのよ。今回良かったポイントはオートミールで食物繊維をしっかり取れましたって。食物繊維はお腹の調子を整えるだけでなく、
血糖値が急に上がるのを抑えたり、血液中のコレステロール濃度を下げるなど、健康に嬉しいいろいろな機能を持つ大切な栄養素なのよって。しっかり取れて体にいいことができましたねって。なんか黄緑色野菜、緑黄色野菜を食べなさいって選んでねって。おお、ヤシパタパタさん、パタオチパタパタさん、福パタちゃんち、ありがとう。褒めてもらうとね、やる気出る。これから、でもね、ほら、今日の歩数は11,662歩って、健康スコアは65点、今週の健康スコア14点。ん？あ、昨日とか何にも言ってないもんね。ほら、やっぱ太る理由が分かる。待って、タンタンタヌキさん、パタパタありがとうね。今川焼きって、割とあれなんだ。あ、人参確かにいいかも。明日の朝すっきりしてたら正解ね。黄緑色野菜やばい、緑黄色野菜ね。パタマズヒップさん、パタパタ、コーラ結婚して、にゃにゃー。はい、今日の摂取カロリーは1503kcalでした。いいのでは、目標が1578だから一応大丈夫そう。消費カロリーは1692kcal、 目標は1884kcal だった。パタリア K さん、パタパタありがとう。リコチさんの年代だと1日の推定エネルギー必要量は 2000kcal。 マジ少ないように思う。でもなんか目標1578って、私何キロに痩せたいって設定してるんだろうね。まあ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 、初日としてはまずまずなのでは。お祭り行ったもんだって。パタオチパタパタありがとう。だって朝3時間私踊ったし現状維持ね、これ維持していこう。運動のことはね、何にも分かんない、触れないでおこう。ほんと、確かに喋りもね。まあみんな私のカロリーにはもうちょっといいじゃん。あ、健康目標あった。今週の目標を一つ選びましょう。だって散歩を20分する、魚のおかずを食べる、体重を測ってアプリに記録する。魚のおかず食べる、週に3回、週に3日。いいじゃん、サーモン食べれた、ほんとじゃん、いいじゃん。仙人さん、ハートありがとう。ちょっと甘やかして、みんな目標体重の設定とか。おー、ヘルシーダイエットコースでいいよね。バリーさん、仙人さん、ありがとう。確かにカラオケ配信で痩せよう、そうしよう。あー、目標体重いいね。頑張ろう頑張ろう、みんないいじゃん、続きそう。これだったら続くよ。だってこんな夜にお祭りまで行って楽しい思いしながらご飯も食べれてね。あ、ごめんなさい、いいじゃんいいじゃん、褒めてくれてありがとう。目標を作って実行していくわ。じゃあお魚のおかずを食べる確かに粉もんね。サクちゃんになるか。オイルサーパタさん、パタパタありがとう。たい焼きとかたこ焼きバリーさん、ありがとう。じゃあ明日のさ、白菜のお鍋にさ、お魚一つ入れよう。何がいいかな、鮭、鮭かな。なんかクリーム煮とか美味しそうじゃない。あ、なんかさ、あれしてみたい、リングフィット。マリーさん、コバさん、あ、タラがいい。え、白菜に何が合う、お魚。コバさん、マリーさん、なんかスープにするとかで、
明日誕生日だから結婚してコーラ、それがあなた人生の目標か、あ違う、一生のお願いか。お誕生日だから。ダイエットも敵だったの。お肉を食べさせたいみたいな。確かに。いや超嬉しかったよ。マリーさん、パタパタ、ヤスくん、コバさん、パタオチ、パタパタ、タラか、タイ、タラいいか、白菜にタラ、それはスープ、アジ、お刺身食べたい。シリが喋った。しかもちょっと住所言われそうだった。広島のなんか天気教えてくれた。まあ広島だからいっか。パタパタヤスくん、コバさん、バリーさん、イチルさん、ありがとう。あ、アスカシアサシアサキサンチン、アスタキサンチン、いいじゃん。じゃあサケかタラにする。あ、イカもいいね。またら、高タンパク低脂質、またら、一生のお願いね。福畑ちゃんち、パタラトさん、バリーさん、ありがとう。バラムツ、得意の魚とキノコのホイル焼きがいい。それがいいか。でもスープ食べたい。なんかタラか鮭にする。お豆腐か、美味しいよね。アロマショコラさん、バリーさん、ありがとう。まあ一日カロリー超えずに頑張ります。目標のカロリー。バラムツって何？絶対食べちゃダメ。本当？明日70歳の誕生日です。コーラ絶対嘘やろ。70歳ちゃうやろ。70歳は違うやろ。結婚して、それはちょっと 一生のお願いかもしれん。70かって。いやいや、まだ生きて、一生のお願いまだね出てくると思うよ、これから。そう、うん、足伸ばす。バリーさん、ありがとう。パタパタ、のどぐろいいね。あ、湯豆腐美味しいよね。バリーさん、ありがとう。あ、ちょっとみんなと健康になれそうです、これから。ちょっと私の今の悩みが、その食生活がちょっと悪いことなので。そう。お腹空いたよね。こっからまあ夜だから寝るだけ。私もチョコバナナ食べて、そう、なんかチョコバナナのあのお店、そのとこで食べた、お金払って、じゃ好きなの選んでって言われた時に、どうって、あの私色のペンライトから選んだんよ。だから、あ、すごいとこ取るねって言われた。やろうって。美味しかった。で、次串、豚の串焼き屋さん行って、そしたら、お姉ちゃん、俺が一番嫌いなやつ食べとるなみたいな。え、チョコバナナ。なんで？バナナはええけど、バナナ単体でええやないかみたいな。お祭り感出るけえやん。私もチョコバナナ憧れてて初めて食べたの。食生活偉い？頑張る。なんか健康になりたいもん。スープ、歯ブラシ食ってる。シーラカンスってめっちゃ脂ないの。フリマルおバターさん、おバタさん、おバタのお兄さんみたいな感じ呼んじゃった。フリマルおバタさん、アルパトロスさん、フリマルおばたさん、パタパタヤスくん、クリスマパニオタ、 PTPT さん、バリーさん、お話し会のレポ聞いてる、ウケる。そう、なんかチョコバナナ食べるんやったらバナナとチョコでええやないかみたいな。お祭り感あるけど食べたいよ。美味しかったよね。なんかバナナがちょっとあったかいチョコにさついたから、ちょっととろけとる。そこが美味しい。バリーさん、パタパタヤスくん、クリスマパニオタ、 PTPT さん、明日で61歳の誕生日だから結婚してコーラ。絶対嘘やろ。あ、でもさ、えや ?61 は嘘やろ。結婚して、まだ大丈夫、まだ大丈夫。ベージュぐらいになったら考えよう。そうしよう。10年後?20、19年後か。ベージュ
だからまだまだだよ。88でしょ。ほらバリーさん、クリスマパニオタ、 PTPT さん、パタパタヤスくん、結婚まではできんけど握手ぐらいならめっちゃハードル下がる。バリーさん、パタパタヤスくん、パタマズヒップさん、クリスマパニオタ、 PTPT さん、バリーさん、パタパタヤスくん、レインボースター、食べ物の話好き。あ、アメリカンドッグいいっすね。あれやろ、ハッシュハットドッグ、チーズハットク、4万ぐらいも落として結婚してできるんかバリーさん、そうなんよ。なんかチョコバナナって、あ、確かに酢豚にパイナップル不要だろう。確かに言いそう。しんいちさん、こばさん、え、確かに90分さ、ここに確かにちゃんと離席は今日しなかったよ。こばさん、バリーさん、ありがとう握手しよう、握手。バリーさん、ありがとう。ストライクゾーン広いのかな、広いのかないのか。確かに人類みんな好きよ。チョコバナナ美味しかった、本当に私嬉しかった。なんか食べたかった。3万グラム、え、30キロ、え、頑張ればできるんじゃない。3万までは厳いかも、体調崩しそう。1万とかはグラム、1万グラム10キロいけるんじゃない。割とガチで応援してる。ん、3万って300キロやばい、分からん。300キロ、いや30キロ。パタ落ち、パタパタ。バリーさん、セイ君、ありがとう。なんなら 0.5 万でもいけそうじゃない。明日28歳の誕生日だから結婚してこら、え、それも割とリアルに信じちゃうかも。え、普通に28歳、え、もう分からん、不詳だよ。嘘つきとは結婚できませんいっぱい嘘ついたから結婚できません。70、61、28、なんぼあるんや。ランサさん、バリーさん、ありがとう。呼吸止まるっぽ、え、お水飲むお水あるよ、飲ませてくれてありがとう。今すっごい体勢で飲んでる、前屈の体勢で。ん、私これ何の匂いだろう、なんかいい匂いする。あ、リップか。バリーさん、明日28歳の誕生日だが結婚したコーラ、パタ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 、ありがとう。バリーさん、パタパタ、ありがとう。ランサさん、ありがとう、パタパタ。ノロパタスケさん、パタパタ、ありがとう。夜更かししようって、もうちょっとダンス覚えるわ。ノロパタスケさん、ありがとう。離席しないまま終わるのか、離席してほしいのか。パタ落ち、パタパタ。あやとくん、バリーさん、ありがとう。みんな前屈で水飲むのよくない。でもさ、私今日、私みんなにちょっと悩みを言えてよかった。この食生活が悪すぎて太ってきたっていう話やっぱ可愛い、みんな可愛い、みんな可愛い私でみんなに会いたいから、ちょっと頑張る。健康的な私でみんなに会いたいから。タンタンさん、バリーさん、ありがとう。深夜さんもハートありがとう。あと5分で離席した。本当、配信終わる。今日は離席なかったね珍しい。離席好き、かなかの指で離席待ってる。あら、大丈夫だよ深夜さんハート、バリーさんパタパタ、パタ落ちパタパタ。キクユンシーさんハート、ありがとう。体幹トレーニングする。パタパタのしんち、食べて寝て運動すれば大丈夫。ありがとうありがとう、優しい。バリーさん、ありがとう。大事ね、レコーディングダイエット。で、こっちブラック星、楽しみだね。ブラックマンデー、ワン
ちゃんオーブントースター買いたい。ありがとうコーラ。わざわざありがとう。何ありがとうなの。体幹トレーニングする。みんな頑張ろう。私も頑張るから。ほんと月に 500g とか 1kg のペースでいい。ちょっとずつだね。なんかもう、あ、ごめんなさい、大幅にダイエットは成功したし、あれからちゃんと太ってないから、その爆太りはしてないから。太ったは太ったけど。パタズさんありがとう。じゃあ、え、壇上の方お呼びするね。39位から、かわちゃん、きょんさん、パタ2000さん、ゆうゆうゆうさん、はじぱたさん、パタパタのしんち、食べて寝て運動すれば大丈夫、ソニチ、ゆうきこいとう、さんごくうさん、ねこぼうやさん、パタパターデスさん、きんぱいさん、かりぱた、しまーしーさん、おひさまおじさん、リコッチのサーヤンへの詰め方、やばい、つかまるでバレたタイムファイヤーさん、ひでさん、ありがとうコーラ、もやっきーさん、パタコン、パタパタコン、パタコン、パパパタコン、パタコン、パタパタコンコンコン、ホワイトはチコガチ、パタパタ社長、フリマルオパタさん、パタリアケイさん、パタラトさん、ハマヤさん、ノロパタスケさん、おっさんはパタパタさん、人生方向地さん、パタマズヒップさん、パータンスさん、パタオチパタパタ、パタッコリーさん、パタズさん、そして本日の秋元先生枠はクリスマバーニオタ PTPT 先生でした。ありがとうございました。ほんと早口言葉。パタパッタリーさん、福パタちゃんち、今日もかわいいやりこちありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はコバ2024さんでした。ありがとう。第2位はパタパタヤスくんでした。ありがとう。そして第1位はバリーさんでした。ありがとう。ありがとう。みんなありがとう。私今日みんなに悩みを話せてよかった。バリーさん、明日からちょっと、あ、バリーさんパタパタありがとう。みんなにちゃんと共有していくね、食べたカロリーとか。白黒さん、パタオチパタパタありがとう。パタズさん、ありがとう。まあちょっとがん、多分すぐ飽きてると思うけどよろしく。あいゆえにさん、バリーさん、パタオチパタパタありがとう。ありがとう。クリスマパニオタ PTPT さん、バリーさん、パタパタありがとう。今日もたくさんパタパタしてくれてありがとう。じゃあえいえい、おーやすちー、すこやかに、パタやかに、やばい、もう時間だ。みんなありがとう。今日も私の配信見てくれていっぱい話せて楽しかったよ。ありがとう。クリスマパニオタ PTPT さん、タラコさん、コーラさん、また明日10時から配信で会いましょう。そう、すぐ飽きてると思うけど5日とかでまたねー、みんなおやすちー、またやかに、えいえい、おやすちー。あ、知ってた